ほら始まるよ。いいかな。これから見てもらうのは映画スイートホームの撮影風景だ。アメリカのスタッフも大勢参加したというので大変な話題になったよね。日本で初めての完全にアメリカンなホラー映画っていうんだけど、一体どんな技術が使われてるんだろう、どんな風に撮影されたんだろう、気になるよね。 SFX なんていうといかにも近代科学を駆使したハイテクの撮影を考えてしまうんだけど、映画というものはあくまでも手作りなんだよね。想像力と手仕事で魔法の世界をでっち上げてしまう。そう、映画というのは壮大な楽しい嘘なんだ。そして壮大な楽しい嘘をつくためには作り手は最大限遊び心を持ってなきゃいけない。だからね、映画作りの舞台裏なんて大の大人が何十人も集まって遊んでるとしか思えないこともあるよ。うん、そういう意味で映画の作り手はみんな子供心の持ち主なんだ。そして映画作りそのものが彼らにとっては巨大な遊園地なんだ。それではみんなを映画の遊園地に案内する前に、スイートホームというのがどんな映画なのか手っ取り早く予告編を見てみよう。日本映画の面白男伊丹十三が若き天才監督黒沢清、 SFX メイクの神様ディック・スミスと手を組んで本格ホラー映画を完成した。題してスイートホーム。キャストは宮本信子をはじめあの山城慎吾、映画初体験古舘一郎、絶世の美女黒田福美、レベッカのノッコ、そして俳優伊丹十三、このメンバーで面白いことが起こらぬはずがない。話はこうだ。謎の画家間宮一郎の屋敷を訪れたテレビ取材班、一行を次々に襲う怪奇現象、彼らを待ち受けている間宮家の呪い、俺はやられても君は逃げるんだぞ、愛と献身と身も凍る恐怖の織りなす48時間、呪いの背後に潜む暗黒の支配者の正体とは何か。本格ホラー映画スイートホーム、怖がりの方は指の間からご覧ください。こういう髪型になりたい方もどうぞ。1989年正月に封切られて大ヒットしたこのスイートホーム、これはクライマックスシーンを見つめている観客席のみんなだ。もうみんなすっかり映画の中に吸い込まれてしまっている。顔を隠してしまう人、片目だけで見る人、怖くて全然見ることができない坊や、映画の中で我々は途方もない世界の中に投げ込まれ、その世界をまるで自分のことのように生々しく体験するよね。それは映画の中の世界が本当に生々しく現実のように作り上げられているからだ。少しでもその世界にチンケなところがあると途端に観客は冷めてしまう。観客の夢を覚まさないためには映画の中の世界は完全に生々しくなければならない。この生々を作るために作り手は全能力を傾けるのであります。やり出しますよ。はい、やり出しです。さあ伊丹さんちのホラー映画スイートホームへようこそ。今やってるのは炎のシーンだ。この映画では屋敷の中に潜むモンスターが炎を操って人々を苦しめる、これもそんな場面の一つ。撮影所付近の空き地にプロパンガスの炎を何重にも作り、炎と炎の隙間で俳優は演技をする。安全な距離は取ってあるものの、俳優さんにとっては相当熱い撮影だ。明子役の宮本信子さんは水で冷やしながらの撮影、水をかけるのはチーフ助監督の久保田君。炎と炎の距離は望遠レンズを使って詰めてしまう。出来上がったものを見てみようか。さながら炎の中を歩いているように見えるぞ。あなたも母親でしょ。どうして子供を取られた親の気持ちがわからないの。何にも知らずに炎の中の撮影に連れてこられたノッコ、様子が分かるにつれてだんだん怖くなってくる。ちっちゃくしといて、ちっちゃくしといて。はい、いいよ、後ろつけた。
久保田くん情け容赦なく声をかける。全く鬼の久保田だ。ノッコが生きながら炎に包まれる。大変な技術だと思ったのは大間違い。実はノッコそっくりのお人形を使ったのでした。ノッコは自分のダミーを妹のように可愛がっていたのだが、ついに妹が焼かれる時がやってきた。もう一人の自分の悲惨な最後を息を詰めて見守るノッコの胸の内はさぞや複雑なものがあるだろうね。それにしてもよく似てるよね。大成功とはいうものの、妹のナイロンカツヤは火にあぶられてこの通り。パンチね。やだ、悲しい。姉ちゃんは悲しいよ。お前よ、これはマサカリが美女を襲うシーンの絵コンテ。ゆっくり動き始めたマサカリがアスカの顔にピタリと狙いをつける。驚くアスカ、車椅子にへたり込む。まさかに倒れてくる。息を呑むアスカ、絶体絶命。まさかに倒れてきた。ガーンとアスカの頭へ。車椅子アスカを乗せたままガラガラと後退、闇の中へ入って止まる。 SFX は仕掛けを作るチームとそれを撮影するスタッフのチームワークが何より大切だ。共同作業を正確に進めるために監督はあらかじめ全部のカットの絵コンテを描き、各チームはその絵コンテに従って作業をするのである。どうも来てるっけ。おお、怖いよ。これはマサカリがアスカの顔に刺さるカット。アスカはダミーを使い、カメラはアスカの後ろへ回る。黒田福美さんは手だけの出演。ギャーギャー、こういうこと。指でギャー、はい。ギャー、頑張るんだぜ。はい、1、はい、カット。うん、はい、はい、続いて本人で顔に刺さったマサカリのカット。あ、これこれこれ。マサカリの方を横顔に合わせて削り取って顔にピタリと接着。俳優さんの顔に直に当たるのだから、よほど正確にかつ滑らかに仕上げておかないと俳優さんはたまらない。うん、あ、だいぶいい。あ、いいです。マサカリと顔の境に肉を盛り上げ、血のりなんかをつけると、ほーら、がぜん感じが出てきたね。車椅子がガラガラと闇の中へ入っていくカットは NG 続出。その度に俳優さんはマサカリのまま元へ戻される。ちょっと待って、マサブさん、そっちも持って、そっちも使おう。あの、みんな大丈夫かな、不安だな。もうちょっとこっち、方向が狂って NG。 1、2、3、車椅子を引っ張るワイヤーが切れて NG。 黒田さんはもう1時間もマサカリのままだ。ちょっと我慢してね。はい、大丈夫。はい、1、2、3、はい、カット。こうして撮り終えた各カットをつなぎ合わせ、音をつけ音楽を入れると血も凍るホラーシーンが出現する。音楽を担当しているこの人はなんと人気絶頂サイズの松浦雅也さん。業界では博士と呼ばれる彼に狙いを聞いてみよう。その音的に怖いっていうものを作るのは割と簡単なんですけど、そういう下手物的なものではなくて、もっと音楽的に、美しいけど怖いっていうか、なんかそういう風なものにしたかった。では出来上がりをお見せしよう。
セットの中の階段を上がると危険と書いてある。宮本さんが何かを撒いている。聞いてみると、久泉神社でもらってきた厄除けのありがたいお砂だという。今日は廊下が陥没して大きな穴が開き、その穴が宮本さんを飲み込もうとするという危険な撮影なのだ。鬼の久保田の説明では、床にあらかじめひびが入れてあるらしい。横から見た床、床の下にも人がいるぞ。我々もちょっと潜ってみよう。ほら、細い支柱が何本も立っている。支柱にはワイヤーがくくりつけてある。ワイヤーは滑車を通りロープにつながれて外へ伸びてるね。どうやらこれを引っ張ると床が落ちるらしい。必ず落ちますね、これ引っ張ったら。のんきに聞いているが、これ失敗するとスケジュール的にもお金的にも大変なことになってしまうのだ。コンクリートに聞いてみないと分かんないですよ。さて、手はずはこうだ。あきこさん床にへたり込む。左手をつく。それを合図にロープを引く。床ガラガラと崩れ落ちる。鬼の久保田が引っ張り要員を位置につける。手すきのスタッフは全員参加。リハーサル行ってみよう。あきこさんへたり込む。左手をつく。久保田の大号令でロープを引く。さあ本番だ。緊張がみなぎる。うまくいくかな。左手が疲れた。大成功、一発 OK。 思わず拍手が起こる。撮影の苦労も吹っ飛ぶ一瞬だ。一瞬でボボセットしちゃった。では出来上がりを見てみよう。5台のカメラで捉えた陥没シーン、編集で目いっぱい誇張すると相当なスペクタクルだ。さて、穴が開いたからといって引き返すわけにはいかない。前進あるのみ。それがホラーの掟なのだ。まずあきこさん、赤ん坊の棺を穴の向こうへ投げる。穴の向こうには亡霊が潜んでいるのだが、あきこさんは断固として亡霊に立ち向かう決意だ。そのためにはまずこの穴を飛び越えねばならぬ。この撮影について恐怖の図解人間十蔵伊丹氏自身に解説してもらおう。あきこさんが穴を飛び越えるカットですけれども、これをどうやって撮ったか説明いたしましょう。監督が欲しかった絵というのはですね、穴を真下から見たい。したがってこう穴がこう映ってて、この向こうに天井なんかももちろんありますが、ここをピョーンとこちらからあきこさんが飛ぶと、真下から女を見た場合どうなる。言ってみれば、まあ足のこういう場合にあって、よいしょと、まあこんなぐらいで飛ぶわけですね。でこちらに、飛び移り損なってぶら下がるというのもあるわけ。こういう、まあ、2カットが必要だったわけですね。でこれを例えば、これをやるためには高いところにこの穴のセットを組んで、こういうところにまあ天井も見えますから、天井のランプなんかこうあって、そういうものを作って下から撮るということになるわけですね。でまあ穴のこうプラットフォームをこれぐらいにまあ作るとしますかね。これ高い櫓を組んで、この下にまあ例えばカメラをこういう具合に向けてですね、でこう撮るとするとですね、人間がこうぶら下がっちゃうともうカメラとの距離がなくて、ちゃんとこういうふうな絵にしようと思うと、ものすごい高いセット、10メートル以上のセットみたいなのを組まなきゃいけないということになってしまうと、それじゃ危険でもあるし大変なので、我々が発明した非常に簡単な方法というのは、ここのところにですね、よくあの交差点なんかにある
なんて言いますか、凸面鏡っていうのは反射鏡がありますね。あれを、まあ、例えばこう斜めにしておきまして、でこれカメラをこちらに据えて、こういう具合にこれを撮ると、その凸面鏡っていうのはもう非常に小さくなって距離が出ますから、同じこの距離でもうんと上の方に、あるように映るのではないか。あきこさんがいるところがステージの地べた。ここに櫓を組んで、その上に床を張り、これが穴、案外小さいんだね。穴の周りの壁も少々ながら作ってある。下に鏡があるのがわかるかな。そして鏡を覗き込むようにカメラが置かれているね。これが下から見上げた穴。そして鏡に映ったのがこれ。うん、だいぶ高く見えるよね。そんな感じでね、はいはい。宮本さん準備体操と思ったら、なんとこれはスタントのお嬢さん、菊池香織さんでした。香織さん上がっていく。これが穴のセット。せいぜい 5,6 メートルの高さだ。香織さんテストで飛んでみる。ひょい、うん、軽い軽い。今度は下から見てみよう。あきこさんが飛ぶとき石を落として高さを出す。こんなことがなかなか効果的なのだ。ほらびっくりしたよ。ほらびっくりしたよ。ほらびっくりしたよ。なんか上。ほらびっくりしたよとカメラの米蔵さんも大満足。これが石。実はカポックという軽い物質で作ってある。さあ上準備いいかな。フェミニストの東間助監督の介添えで、あきこさんずるっとぶら下がるアクション。手袋の手が石を落とすのにご注意。足元からも石を落とす。この窓はそのためだったのだ。では出来上がりを見てみよう。これは宮本さん、そしてこれはなんと大胆に香織さん。今まで誰一人気づいた人はいない。さあ、やっぱりコメットさんになっちゃない？これだとなんか揺れ揺れ揺れポッ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 ハイジになっちゃうっていう。ハイジしてしまう。ハイジね。役しまる。みんなで寄ってたかってノッコを少女に改造。それにしてもこんなにいろいろ変身できる俳優業って羨ましい商売だよね。どうも。
もありがとうございました。良くなったじゃない本当に、ね、よかったよかった。宮本さんの役はキリリとして女らしく、アメリカ映画で言えばグレース・ケリーのようにというのが監督の注文。宮本さんこれを真に受けて自分のハの字型の眉を一部剃り落とし、釣り上がった眉に描き直してグレースに迫ろうとしている。前回よりこれだいぶ違う。まだね、 目がきちっとしてないからぼわけて、そう前回とか眉を変える。涙ぐましい努力だが、まだ自前の眉の尻尾がはみ出してるぞ。これがいらないの？そうですね、そこの。これ。山城さんは入ってきた衣装を見るなり、違う、ダメと一発かます。そういう立場。役作りの主導権をがっちり自分で握るためのベテランらしい駆け引きだ。当たり前なんで、こういうのはね。うん、そうね。こういうのつまんない。僕で、衣装ってのはね、僕はそう言っちゃしてるけど、衣装部さんを信用しないんで。衣装部批判を一石ぶった後、持参の自前のコートをご披露に及ぶ。監督のイメージとはだいぶ隔たりがありそうだ。デザインも新しくて、ヨレッとした感じは。ちょっとした特殊は特殊だね。特殊な人になっちゃうちょっと。ただ、こうお決まりみたいなものがちょっとつまんないんじゃないかなと思う。衣装っていうのはもうあれだからな、衣装が決まると役者って乗れるけど。スタッフも山城さんを立てながら、次第にテレビでおなじみのあの山城慎吾さんを、この映画に必要な人生の哀愁を背中に漂わせたチャーミングな中年男に少しずつ近づけていく。これにマッチする色普通のうわバランスとか案外面白いですね。山下さんがこういう格好すると いいですよ。いいよ。衣装合わせの穏やかな外見の下でプロ同士が激しい火花を散らす。この積み重ねが俳優とスタッフの理解を作り上げていくのであります。いよいよクランクインの日がやってきた。監督登場、葬式もとっくに姿を見せている。32歳の青年監督も55歳の新人プロデューサーも、この映画の幸先よい船出を祈って真剣な面持ちだ。宮本さん出現。問題だった髪型を極太の三つ編みにして解決している。続いて山城さん、さすがベテラン、すでに役の佇まいで登場。山城古舘という超売れ筋の2人が顔を合わせられる日は3ヶ月のスケジュールの中のわずか5、6日。今日は貴重な1日だ。一刻も無駄にはできない。ちょっと私アイドルでさ、やり直すからよろしくお願いします。ちょっと歌の感じも変えないとダメだね。ちょっと私スカウトキャラバン応募しようかなって。よろしくお願いします。曲のタイトルも黄色いチョコレートとかなんかそういうような、はい、おはようございます。おはようございます。物々しいでしょ。ケイチみたいな。おはようございます。すごいわ。本当にお互いにだって全然バラバラこんなレポーターもいません、ね、どう見ても。今日は呪われた間宮邸へテレビチームの一行が無邪気に入っていくシーン。映画初出演の古舘さん、そしてノッコの仕事始めの第一カットの第一テイク。さすがのノッコも緊張気味だ。はい、一度家に踏み込んで、いよいよホラーの物語が始まるのであります。禁じられた家に踏み込んでしまった一同。家はかなり古びている。埃がひどい。カビの匂いもする。怪しいことが次々に起こる。一同もしてはならぬことをしてしまう。マサカリを引っ張り出す。夜中に髪を洗う。供養塔を蹴倒す。埋葬された赤ん坊を掘り出してしまう。ついに
間宮家の亡霊が目を覚ましてしまった。さあ大変なことになった。今やこの家のあらゆる影が邪悪な生命を持ってしまったのだ。つまり暗いとこは全部やばいのだが、ノッコはそんなこととはつゆ知らず無邪気に影の中へ入っていく。せっかく乗っていただいたところでこんなものをお見せするのは何なんですが、メイキングだ、仕方ないよね。これが邪悪な影の舞台裏だ。画面の中、光源のランプは動いてないのに影だけが生きて動いているように見せねばならない苦心のショットだ。光と影は映画の二大要素だ。みんな死ぬ。その影を悪役に据えたところに黒沢監督の天才的なユニークさが伺える。次に出現したのは海坊主型の影。天井を這う影に怯えてじりじりと後ずさるアスカ、そして田口。カポックを切り抜いて影の材料を作っているのは鬼の久保田だ。この映画を見た人を当分夜中にトイレに行けなくしてやるぞという久保田の決意は固い。この海坊主をクレーンにつけライトで照らして影を作る。照明は名手桂昭夫さん。クレーンを使った手の込んだ撮影なので作業がしやすいよう壁と天井はこの影の撮影のためだけに特に作られた寸法の大きなものを使う。みんな死ぬ。アスカを追いかけてくるのは不気味な指の形の影だ。影はレールに、カメラはタイヤ移動車に乗ってアスカを追う。母を亡くしたノッコの前には髪を振り乱した女の影が現れる。ノッコはこの影に見入られ母親の影と思って後を追う。髪を振り乱した女の影作り。まずカポックの人型にカツラをかぶせてみる。鬼の久保田は今度はカツラ屋さんだ。これに黄色い筒型の扇風機で風を送る。結果はしょぼいしょぼい。髪が細すぎるのである。いっそビニールの紐かなんかで髪にしてみたらという案が出る。まさかと思ってもともかくやってみるというのが映画野郎たちだ。撮影部さんもカメラそっちのけでカツラ作りを楽しむ。こんなものかなというところで影を出してみる。まだまだしょぼい。しかし尋問よりは力強い。我々の方向は正しかったのだ。ともかく毛量を増やさねばとアデランスのような意見も出る。一度再びカツラ作りに励む。かくして三段階増毛法の結果、髪を振り乱した女は完成に近づいていく。万能選手久保田は今度は扇風機をカポックの蓋で開閉して風の量を加減する。吹き上げっぱなしでは襟足の姿が悪いというのだ。邪悪な影は一堂にさまざまな最悪をもたらすが、一番悲惨な目に遭ったのは何といっても古舘君。
この胴体切断芸の秘密を恐怖の図解人間十蔵痛みに説明してもらおう。胴体を半分に切断された古舘君がですね、そのままの格好で床の上を這いずり回るという、残酷なシーンです。このシーンの撮り方はまあいくつかあるわけですけれども、まず古舘君にこういうふうに切断された胴体のを背負ってもらう。そしてですね、このままの格好で、床に穴を開けましてですね、穴の中へまあ入ってもらうと。そしてここのところに、腹綿ですとかですね、なんかドロドロとかネバネバとかそういうものをこう細工いたしまして、この状態で、古舘君に演技をしてもらう。苦しみもだいぶ、あるいはここのところに穴が少し余裕がありますので、この穴の範囲で、少し前進したりする芝居もできる。これが問題の穴である。ほとんど人体ギリギリ、もっと大きくしたいところだが、これ以上大きくすると穴がバレてしまう。これが胴体。見るからにいやらしい一物である。これを古舘君に装着して衣装を着せる。衣装も背中を背負ったままの形で着られる特別製だ。さあ古舘君、いよいよ穴へ。万能選手久保田は今回は腹綿の買い添え。今度はですね、この古舘君にもっと長い距離を這わせたい。例えばですね、こう逃げるアスカを追ってこの古舘君がズル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 と追っかけてきたらさぞ怖いだろうと、そういうカットを撮ってみたいということですね。その場合まずこの室内を逃げるアスカの方を先に撮ります。その場合古舘君はいりません。でこれを撮りましたら同じような角度に、カメラを据えまして、今度は古舘君の方を撮ります。この場合古舘君は今度は溝のようなものの中に入ってもらいます。こう溝を作りましてね、溝の中を古舘君に歩いてもらう。でこのままではこの胴体が溝の中に落っこっちゃったりするといけませんので、この辺に、まあ、輪っかのようなものを作ってそれを防ぎます。で、肝心なのはですね、これ全部が、真っ黒い材料でできているということね。黒いキレを貼ったり黒い色を塗ったりいたしまして、これ真っ黒です。したがって黒いところはフィルムでは素抜けになってしまってですね、古舘君だけがぽっかりと闇の中に浮かんだような絵が、まあ、できるわけですね。でこの状態で古舘君にアスカを追ってずっとこう前進してもらってですね、この辺まで来たらアスカはこっちに逃げますから、悔しそうにこう方向転換をするというような、まあ、芝居をしてもらって、でさっきの絵とこう重ねてみます。そういたしますと逃げるアスカを追って、古舘君がずっとじりじりと前進して張っていくという絵が出来上がるわけです。恐怖の図解人間の解説を頭に置いて現場を見てみよう。なるほど、セットは黒い台のようなものがあるだけだ。黒い溝へ入っていく古舘君。この溝をこちらへ歩くのだが、下半身がないんだから腕だけで張ってるように芝居しなければならない。首の角度も不自然に見えないよう一度目を光らせている。お、なるほどなるほど、ちゃんと張ってるように見える。一度も大いに納得する。心優しい東馬くん、ねじれた腹綿の面倒も見てくれている。さて本番、前進する古舘くん、懸命にアスカを捕まえようとしている。ここでアスカは右の方へ逃げたらしい。古舘君もアスカを追って方向転換。これが今撮ったフィルム。こちらは別のセットで撮った逃げるアスカ。この2つを合成するとこうなる。
そのまま続きを見よう。公式でいらっしゃいます現代アメリカ映画界におけますメイクアップ界のパイオニアとも言うべき方です。ディック・スミスさん、お願いいたします。 Anyway, it's also an honor. この人こそが SFX の神様、ディック・スミスだ。身の毛もよだつ映画を作るためには身の毛もよだつものを作ってくれる専門家が必要だというので、伊丹さんがアメリカから呼び寄せたのがディック・スミスなんです。代表作ゴッドファーザー、タクシードライバー、アマデウス、エクソシスト、ハンガー、小さな巨人、文句なしに世界一だ。その世界一のディックさんが伊丹さんを老人に作り変えるという、これを覗いてみよう。まずデッサンでメイクの方針を決める。これは日本人観光客みたいだというので方向転換。国籍不明ながらいかにも映画らしい老人を目指す。まずライフマスク作り。伊丹さんの顔の型を取る。これはかなり冷たい。この白いドロドロはアルジネイトといって歯医者さんが使う材料だ。鼻の穴まで塞いじゃうと、これは本当のホラーになってしまうからご用心。アルジネイトが乾いてきたら、さらにギプス用の包帯を貼り付けてカチンカチンに固める。後ろサイトを開けばいいですか。固まったところでギプスを切断、顔から外す。ここまで約1時間。伊丹さんも蒸し風呂に入ったようにすっきりした顔で現れる。次に顔から外した型の中に石膏を流し込む。石膏が固まったら伊丹さんの顔のコピーの出来上がり。これをライフマスクという。そしてこのライフマスクの上に粘土を貼り付けて好みの顔を造形するのである。これを簡単に説明しよう。鼻を高くしたいとする。ライフマスクに粘土で鼻をつける。その状態で型を取る。ライフマスクから粘土の鼻を取り去り型と合わすと、ライフマスクと型の間に隙間ができるよね。この隙間へレイテックスを流し込み、90度ぐらいの低温のオーブンで3時間ぐらい焼くと、レイテックスでできた付け鼻の出来上がり。こういうレイテックス製のパーツを今後アプライエンスと呼ぶことにしよう。伊丹さんの場合、鼻、両頬、額と4つのアプライエンスが使われることになった。さてメイク開始。まず目と首筋にレイテックスで小じわを作る。皮膚を思いっきり引っ張って伸ばした状態でレイテックスを塗って乾かし、引っ張るのをやめればご覧の通りちりめんじわが出来上がるのだ。次にアプライエンスを貼っていくのだが、ほら実に慎重に位置を合わせるよね。アプライエンスは厳密に作られていて、正しい合い方はたった一つしかない。正しい位置から1ミリの何分の1ずれても俳優は一日不愉快な思いをしなければならないから、位置合わせは実に厳密だ。位置があったら今度はそれを特殊な糊で貼っていく。全体に糊をつけて一度にペタッと貼るのではないよ。一度に2ミリか3ミリずつ呆れるほど慎重に貼り進んでいく。少しでも引きつれると出来上がりも悪いし、俳優に余計なストレスを与えることにもなるから細心の注意を払うのだ。ところでこのアプライエンス、
端の方が紙のように薄くなっているため、一度剥がすと二度とは使えない、一回一回使い捨てなのである。今日のテストメイクで伊丹さんから注文が出た。鼻が美しすぎるというのだ。後日改良することにして、とりあえず先へ進む。アプライエンスは通気性があるので蒸れない上、材質が柔らかくぴったりと顔に貼り付けられているから、俳優の表情につれて自由に伸び縮みする。ディックさん休まずペイントに取り掛かる。フォームレイテックス用にディックさんが開発した特殊な絵の具を使う。あとはカツラやヒゲをつけて出来上がり。どうです、メイクすることなんと3時間。さすがディックのメイクだ。伊丹十三にして伊丹十三にあらず、レオナルド・ダ・ヴィンチのようでもあり、ショーン・コネリーのようでもある不思議な老人が出現した。アメリカ映画ではみんなこんな風にして化けていたんだ。叶わないのも当たり前だよね。改良された鼻をつけた山村老人、日本映画に初めて出現したアプライエンスメイクによる老人だ。なんだ、ただどっかのじいさんを連れてきたのと同じじゃないかという流れ。そこが大したことなんだ。そのナチュラルさがディックの仕事のすごいとこなんだ。ナチュラルだからこうしてアップに耐えるんだよ。自分のシワをペンシルでなぞって老けたつもりになっているどっかの国の大河ドラマとは根本的に違うんだ。エミちゃん待ってろ、今行くぞ。その日の仕事が終わると、せっかくのメイクを落とさなければならない。メイクが入念なだけに落とすのも大変。アプライエンスは改良に改良された強力な接着剤で貼られているから、実にしっかりくっついていて、剥がすのも一苦労。楽に1時間はかかる。人体に無害の液体洗剤でゆっくりゆっくり落としていく。ハリウッドでスターの顔でもかぶれさせたら莫大な賠償金を取られるからね。その辺の気の使い方は大変なもんなんです。ああ、一皮むけるんじゃないかと心配するぐらい。呪われた屋敷には悪霊が潜み、近づく者を闇に引きずり込み、邪悪な炎で焼き殺そうとする。おどろおどろしい雰囲気を出すため、ホラー映画の中ではなぜか常に正体不明の風が吹くんだよね。あんな風がどこから吹いてくるんだなどと聞いてはいけない。全ては悪霊のせいなのだ。悪霊の作り出す風のため、人が吹き飛ばされ家具が宙を舞い、ロケーションでは砂嵐が吹き散る。そして風というのはそのままでは映らない。風を映すためには風に乗せて何か映るものを飛ばしてやらなきゃならない。そこで活躍するのがこれなんです。これ芋子と呼ばれる粉末なんだが、実は豚の餌なんだよね。いやー、だから臭い臭い。しかも目に入るとゴロゴロして芝居どころではない。それにもかかわらず目をパッチリ開いて演技をしなければならないんですから、俳優さんも大変ですね。芋子の中で目をパッチリ見開いて、しかも恐怖の喘ぎ、芋子を思いっきり吸い込んで宮本さんついにダウン。風と同じくこの映画で活躍するのは煙だ。熱い闇が人を焼き殺すというので、煙が重要な意味を持ってくる。この煙、色といい濃さといい申し分ないのだが、実はシエンカチタンという劇薬の煙なんだ。非常に危険である。扱いにはくれぐれも気をつけなければならない。古舘さんの場合はまだ良い。山城さんの場合は手の甲から直接煙を出すという恐ろしいことになった。まず手の甲にガード用の液体を何重にも塗って皮膚を守る。その上でスポイトを使ってシエンカチタンをポタリ。このシエンカチタン、空気に触れると塩酸になるというのですから、つい演技に熱が入ってうっかり吸い込んでしまった俳優はたまらない。おかげで古舘も伊丹もノッコもゴホゴホゲホゲホの連続。映画の撮影には意外なものが使われているが、これなんかも意外中の意外だろう。お母さん方は知ってるよね。台所で鍋なんかをこするスチールウール、こいつをほぐしてダミーの手に貼り付けて火をつけると燃えっぷりがいいというのだ。スチールウールには鉄の粉のようなものが入っているが、これが火の粉になるんだから大切に振りかけておこう。さあ火をつけてみるぞ。そして例の古舘くんの胴体の腹綿のぬるぬる。
これ一体何だと思います？お宅にもあると思うよ。多分冷蔵庫の中に入ってると思うんだが、これポリビニールアルコールといってね、早く言うと実はなんとアイスノンの中身だったのである。一体誰がこんなことを発見するのかね。この不気味な人体は燃える山村老人のダミー。モデルはもちろん十三伊丹なのだが、このモデルなかなかうるさいのだ。不可逆な演技は絶対に許しませんから私なんだからね。ダミーの撮影と聞いて早速教育的指導に飛んできた。観客は僕だと思って見るんだから、ね、アクションこの辺まで持ってきては、前へ持ってきてみて、下がんない。この辺でちょっとこういうふうに動かして、もっとちっちゃく動く。いやいや、緩やかに。右腕がね、開きすぎなんだな。これね、右腕調はしないね、後の動きと。全部様になっててくれればいいわけだからね、人体として。人体としてない形は嫌だね。その中に香りバッチンこうなってれば、今いいな。ダミーの各部はケーブルを使ったリモコンで動かすのだが、左肩右肩の回転、左腕右腕の上下、頭の回転頭の上下、口の開閉、腰の前後の屈曲など一人ずつが担当。人数が多いから息を合わせるのもなかなか大変。リモコンチームのこの真剣な顔。しかし葬式伊丹十三の判断は断目、使い物にならず。かくして20日後、このカットは撮り直しとなった。ダミーはクビになって、演じるのは本人自身。焼けただれたメイクにかかった時間、なんと6時間。新幹線で東京大阪を往復できる時間だ。ほら、鏡を持っている左手にもメイクが施されている。焼けただれた頭や手のためにいつもよりアプライエンスが10枚も多いのだ。これじゃあ時間がかかるのも無理はない。しかし本人はまだ物足りないのか、アプライエンスをむしって火傷を増やしてもらっております。このメイクで山村老人は生きながらにして焼けていく。しかし焼けるって言ったって、一体どうやって撮影するんだろう。メイクが済んだ伊丹さんは今度は赤いプラスチックの鎧のようなものを身にまとう。この鎧の裏に電球を仕込んで、体が燃えているように見せようというのだ。電球はスライダックで明るさを調節、いかにも燃えているように見せかける。体の後ろに引きずっている何本ものパイプは煙用だ。パイプの端をフォッグメーカーにつないで、体の底かしこから煙を出す。さあ、煙と火を合わせてテストをやってみよう。おお、いけるいける。おや、トーマ君がタバコを吸っている。しかし、サボっているわけではありません。この細いパイプを使って、頭の上からも煙を出そうという凝り方。はい、つけました。¡Vamos!
山村さん。山村老人は一気に燃え尽きたと思われたが、実はこの部分13の作り物からできている。順を追って見てみよう。まず燃える本人、本人の出番はこれでおしまい。バトンタッチしてダミー第1号の山村老人の顔、顔の動きはリモコンである。一見本人に見えるが、よく見ると鼻も唇もかけている。やがて黒目がしぼみ、目から白い液体が流れ出る。燃える手と胴、火花は例のスチールウール、指はかなり干からびている。同じく燃える足、焼けた顔面、これも動きはリモコン。目の玉が飛び出し、またも白い液体が流れ出す。これが天才伊丹十三の頭の中身だったのだ。さらに鼻や耳からも血の混じった液体、焼けていく手、こんなに干からびてまだ動いている。ついに頭の皮がずるりと剥がれる。足も骨になってきた。頭蓋骨破裂、続いて肺臓も爆発。骨になった指がこぼれ落ちていく。そしてついに骨ばかりになった山村老人がガラガラと床に崩れ落ちる。大変な技術だが、これを全て制作したのがエディ・ヤン、なんと19歳の SFX 少年なんだね。小学生時分からの SFX マニア。中学の時、モンスターメカズコンテストのマスク部門で2位に入賞。その時の審査員リック・スミスとリック・ベイカーに認められてプロになった。ただ好きなだけではこれだけの仕事はできないよ。人体について、解剖学についての勉強、彫刻の勉強、 SFX の技術や材料の勉強、映画表現全体の勉強、そういう勉強の裏打ちがなければとてもこれだけの仕事はできるもんじゃない。アメリカでは SFX の仕事は若者たちに広く開かれている。日本もこのスイートホームをきっかけにそうなっていくといいな。はいはい。ホラー映画につきものの演技、それは恐怖の表情だ。今度はこのテーマを掘り下げてみよう。掘り下げられるのは主演賞女優宮本信子さんだ。一番怖いのは恐怖の表情のワンパターンっていうのはね、私一番嫌なのね。あのありますでしょ。だからそれだけは嫌だ。つまりいろんな恐怖がある、いろんな緊張があるっていうことを今度は表現できたらなというふうに思ってました。うわっとこう出てくる感じはね、うわっていう感じはあった方がいいみたいですね。ちょっと難しいね、これ難しいのね。はい、ちょっとごめんなさい。はい、はい、カット。はい、宮本さん苦心の驚きの演技、つながった映画の中では、はい、
これだけ。でも宮本さんの苦心と努力の結果、この映画宮本信子の驚き百面相になっております。危ない。映画初出演のノッコにも容赦なく恐怖の表情が要求される。しかしさすがライブの人ノッコ、実に思い切りがいい。別の世界へポンと飛び込む天性の感覚がある。しかも全ての仕事をリラックスした状態でやる術を心得ている。要するに大したもんなのだった。目が真剣じゃないといきなりギャグみたいになりますからね。はい、よーい、はい。もう一回行ってみましょう。下手で見ればいいんだ。そう、ノッコちゃんの方が怖くないじゃん。こうになって、はい、オッケーオッケー。はい、じゃあもう一回行きましょう。はい、怖い怖い。はい、いいよ、目も肩もね。もう飛びながら、戦いに行ったのに吹っ飛ばされた。じゃあちょっと方向性を変えてみよう。やってみよう。はいはい、はい、よーい、はい、はい、カット、はい、はい、OK、はい、OK、 OK、 シリアスに強いね。グさて、今二人が驚いたのはこれです。日本風に言うなら幽霊、間宮夫人のゴーストがついに出現したのだ。一体間宮夫人の恨みとは何か。これが幸せだった頃の間宮夫人。彼女は焼却炉の事故で子供を失い、子供を救おうとして自分も火傷を負い片目を失う。この映画の中で闇と熱が邪悪な力を持つのはここに由来する。リックデザインの間宮夫人のメイク、幽霊ではあるが何やらアメリカンだ。こちらは間宮夫人役の渡辺真知子さん。洋風の顔立ちと辛抱強さを買われてのキャスティング。彼女のライフマスクの上に粘土で間宮夫人を造形してアプライエンスを作り、リック自らテストメイク。結構美しい幽霊ができていく。これも楽に3時間。真知子さんはこれを50回は施されたろう。いよいよ亡霊出現のカットの撮影。黒い切れのかかった横に長いものはクレーンだ。マチコさんはこれに乗って出現する。クレーンの先には自転車のサドルが取り付けられており、マチコさんはこれを股に挟むようにしてまたがった姿のまま衣装をつけて宙に浮かぶ。辻村寿三郎さんの衣装のシルエットを引き立てるため全身にボリュームをつける。こういう姿勢のまま2時間も3時間もテストが繰り返される。マチコさんは文句一つ言わない。この我慢強さ、並のものではありません。フェミニストのトーマくんが優しくこまめに世話を焼く。これが乗っかった姿、こうして出てくる。さらに煙と風を加える。次第に漢字が出てくるが、吹きすさぶ妹子の嵐の中で長時間目を開けているのはほとんど不可能に近い。久保田助監督、ここぞとばかり本来の鬼の久保田に戻って叱咤激励。さあ本番。
さて、苦しみもだえる間宮夫人の亡霊、肩のあたりをご注目ください。間宮夫人の体の底こからニョキニョキと赤ん坊が生まれ出てくるというくだりである。トッキの落合さんが嬉しそうにチューブを吹いているのは、生まれた赤ん坊に空気を送って動かしているのだ。そう、赤ん坊の中に風船が仕込んであるんだね。赤ん坊をくっつけただけでそれが動かないなどというのは SFX の恥である。というのでみんなチューブを加えて真剣な面持ち。ただしこの赤ん坊、葬式の NG が出て映画の中ではほとんど使われていない。何やら気味の悪いものが膜を破って出てきたが、これも赤ん坊のテスト。血を混ぜてみたのは SFX チームのまとめ役江川悦子さんのアイデアだが、これはかえって分かりにくくなるのでなしと決定。これはさらにその改良型。よく見てください。赤ん坊の顔に小さな穴が開けられている。この赤ん坊の首を掃除機のホースに連結する。そして赤ん坊の顔に油を塗り、薄い伸縮性のあるビニール膜に押し付け、掃除機のスイッチを入れると、ほら、ビニール膜は赤ん坊にぴったりと貼り付いて、一種異様にリアルではないか。このあと間宮夫人は首が伸び腕が伸びて巨大なモンスターに変身していく。したがってここから先は作り物だ。これが機械仕掛けの間宮夫人。体の中に金属製のメカが入っており、数人がかりで操作する。首も伸びるし、たけだけしい表情も作れるようになっている。大化してついに出た。これが我らのモンスターだ。大変な迫力である。ここまで進行してきた激しい物語を締めくくるには、どうしてもこのくらいのモンスターに出てもらわないと収まりがつかない。しかもこのモンスター、どうしてどうしてなかなかの名優なのである。生き生きとした動きはとても人形とは思えないが、しかしこれもまたアメリカが誇る SFX の技術の一端なのだ。ずらりと並んでリモコン操作をしている SFX チームの面々、そしてこのハンサムな青年はモンスターの内部メカを担当したスティーブだ。I think because of Japanese sensibilities with all their old traditional arts, that the Japanese people are able to assume that it's a monster and just accept it. Whereas American audience, they want to believe completely it's a monster and that there's nobody inside that suit. So that the Americans take great careto really disguise their monsters so that no one can figure out if there's somebody really inside that or how. So that would be the main difference. And that's what I think we accomplished with this movie, is that the monster really was not a person inside of a suit, and it was this ethereal large thing that really should be horrible enough that people will be able to not identify with a person inside.巨大なモンスターも小さな粘土のモデルからスタートする。彫刻に取り組んでいるのはトム・カルナ。まだ日本に到着したばかり。モンスターの撮影の半年も前の頃だ。赤ん坊が鈴なりになった間宮夫人のイメージ、何段階もの打ち合わせを経て表情やディテールが次第にはっきりした形を取り始める。イメージが決まったら大きな粘土モデルへ。粘土は SFX 最高の友である。イメージをこのマウスに粘土ほど優れたものはない。しかも粘土の段階ならどんなにでも変更可能なのだ。この段階でもまだまだ修正可能。赤ん坊の表情、モンスターの表情に今日も長い討議が繰り返される。出来上がった後、撮影現場でしまったと思ってももう遅い。点検漏れがないかどうか、あらゆる撮影の可能性を頭に描いてチェックを重ねる。
粘土モデルが決まったら型取りへ。これだけ大きなものになると型取りもなかなか大仕事になってくる。型ができたらその内側に狭い隙間を作ってレイテックスを流し込み、モンスターの皮膚を作る。こうしてできたモンスターの皮膚、これ後ろ頭の目か、歯もちゃんとついている。横から見てみよう。こういう仕掛けだったんだな。顔の皮をかぶせる。心ときめく瞬間だ。いよいよ動かしてみる。うわあ、動いた。ぬいぐるみではないリモコンのモンスターがついに誕生したのだ。ポルターガイストのモンスターのイメージが頭をよぎる。我々もまた今アメリカンホラーの世界に足を踏み入れたのだ。さまざまに動かしてテストを重ねる。ワイヤーのテコは結構硬い。江川さんの力で動かせるか。手のリモコンも怪力のスティーブが作ったので日本人の握力ではとても動かない。改良の用あり。ともあれモンスターは動いた。スタッフ一同大いに安心するとともに、頭の中の映画のイメージが一挙に膨らんでいく。モンスターの出番に合わせてモンスターの衣装がやってきた。辻村寿三郎氏制作の絢爛豪華なものだ。アメリカンなモンスターにジャパネスクな衣装。こうして映画は色と香りを一段と豊かに深めていく。 SFX 要員は今日は全員黒装束に身を固めて登場。何やらやけにプロフェッショナルな佇まい。人形使いの黒装束は日米共通だ。さあ、いよいよ撮影開始。どんなトラブルも瞬発力で乗り越えていくぞ。鬼の久保田も今日からはモンスターの叱咤激励に瞬発力を発揮するのだ。とりあえず軽く両腕の芝居からスタート。笑みを招き寄せるモンスター。久保田の腕の動きを目印にして動かしてみる。単純な動きだが、右腕、左腕、頭、首、口、上唇、眉、目などをみんながバラバラに動かすのだからなかなか息が合わない。口の開閉はしおりさん担当。ワイヤーのレバーが硬く、また調子悪く、なかなか思うように口が開いてくれない。開き方不十分。ダメだよそんなんじゃ、全然怖くないぞ。もっと思い切って開けなよ。一同からブーブーと不満の声が上がる。よし、じゃ思い切ってやるわよ。あ、切れてしまった。首を横にねじる運動も入れてみることにする。横に走るアキコとエミをモンスターが目で追う感じが欲しくなったのだ。やってみるがうまくいかない。ねじれの量も足りないし、動きの柔らかさももう一つだ。やはりチェックモルというのはどうしても出てくるんだね。ついにスリムな寺田くんがモンスターの中へ入って中から首を動かすことになった。連絡のためレシーバーをつけて中へ入っていく寺田くん。ぬいぐるみ方式はスティーブの趣旨に反するが背に腹は変えられぬ。これも一つの瞬発力だ。頼むぞ寺田くん。中は狭くて暑くて暗くて臭いだろうがしばらくの辛抱だ。よーい、はい。ここで首を人間が中へ入った途端、モンスターの動きが俄然リアルになってきた。ねじれも十分だし動きも滑らかだ。やはり日本のぬいぐるみ方式も捨てたもんじゃない。かくしてアメリカの良いところと日本の良いところが結合してモンスターは生き生きと動き始めたのであります。下が出るの。ベロはベロ出ますか。下が出るベロ。正面でベロ。はい、寺田。こうしてそれから10日間、スタッフ一同童心に帰って朝な夕なモンスターと楽しく遊んだのであります。結果として哀れな寺田くんは10日間ほとんどモンスターのお腹の中で暮らすことになってしまったのであった。寺田くん、お疲れ様。ここまで見て鋭い人はモンスターは何もない黒のバッグで撮影されていた、あれはなぜなんだろうと疑問を持たれたかもしれない。
この鋭い疑問には後でお答えする。そして今お目にかけているこれはモンスターと戦うアキコさんたち。モンスターを相手に獅子奮迅の大活躍なのだが、どうもおかしいと思いませんか？セットの中は人間ばかりでモンスターはどこにもいない。モンスターは一体どこにいるのか。例えばこういう風にモンスターと人間が共演する撮影風景も見せてほしいよね。ところがそれはできないのだと恐怖の使い人間は言うのであった。地下室のセットです。入り口がありまして、ここに、まあ、お化けが現れるわけですね。そしてそのお化けとアキコさんが戦うというシーンを撮ろうと思うわけです。でお化けはね、ここへ出したいわけですね、我々としては。でお化けをここに、置きまして、でカメラをここに据えて、こういうふうに撮れれば一番問題ないんですけれども、それができない。なぜできないかと言いますと、ここにお化けを置きますと、お化けというのは当然それを操る人たちが、お化けの周りに何人もついてなきゃいけないので、その人たちもついでに映ってしまって具合が悪い、そこでですね、このお化けをこのセットの外へ移動します。そしてそうですね、まあ、この辺に、置いてみましょうか。こういう具合にお化けを置きまして、この後ろに、まあ、黒幕を垂らします。そして、これを操る人たち、まあ、この辺にいるわけですが、その人たちは全部、黒い服を着てもらいます。そうすると黒幕の前の黒い人たちですから、それは見えません、お化けだけが見える。そうしましてですね、カメラをこういうふうに据えまして、このお化けはですね、ここのところに鏡を置くわけですね。ハーフミラーという、まあ、特殊な鏡を置きまして、これはまあ半分鏡で半分ガラスだと思ってくださればいいでしょう。この鏡に、映して、このお化けの姿をカメラへ送り込みますとですね、結果としてあたかも、このお化けがここに、いるように、まあ、見えるんですね。鏡ですから左右逆になりますよ。左右逆になって、あたかもお化けはここにいるかのごとくに、その場で合成されてしまうというのがハーフミラーの秘密です。これがカメラ。カメラの前にある四角いのがハーフミラー。これはカメラ後ろから。ハーフミラー分かりますね。こちらセット、こちらモンスター。位置関係分かりますね。右がセット、左がモンスター、真ん中にカメラ。これはセットの方を向いている。こういう状態で撮影すると、右と左がその場でこんな風に合成されてしまう。この方式では俳優は見えないモンスター相手に芝居をするわけですね。相手は目の前にいない。モンスターの位置をモニターで確認するノッコ。ともかく相手が見えないんだからやりにくいよね。脚立がモンスターの位置。ちょっとハーフミラーの後ろに入ってみると、ほら、こんな具合にモンスターが映り込んでくるわけだ。今やってるのはアキコさんがモンスターに椅子を投げるカット。宮本さんの力ではとても椅子はモンスターまで投げられないので、特技のこれも万能人間落合さんがピアノ線で椅子を釣って操る。荒れ狂うモンスターに向かって、第1球ボール、第2球カーブ、外側大きく外れた。上と下の息がぴったり合わないと椅子はモンスターに命中してくれないよ。分かった分かった、うるさいんだよ久保田。人の投げた椅子を天井から目に見えない相手に向かって投げるんだぞ。できるならお前やってみろ。第3球どうだ。出来上がりを見てみよう。まだ低い。第4球近い。第5球やったか。うまくいったようだが、
なんせ相手がそこにいないんだから誰も確信を持って OK とは言えないんだ。やけくそになってついに細越プロデューサーが OK を出した。では完成品を見てみよう。こうしてモンスター側、俳優側それぞれに苦労を秘めつつ撮影は進められ、映画はついに感動的な解決を迎える。ノッコから自分の赤ん坊の亡骸を受け取り、モンスターは迷いの闇から解き放たれ、美しく幸せな昔の日の姿に戻って昇天していくのだ。ここはそっくりフィルムでご覧いただこう。モンスター関係の撮影も無事終了。アメリカ側スタッフも次々に去っていく。みんな日米の SFX の架け橋になってくれて本当にありがとう。俳優さんたちもお疲れ様。スタッフから花束を贈られて一人また一人と消えていく。人々は去って映画が残る。ついこの間までこの世に存在さえしなかった間宮邸の恐怖の物語が今は生々しい現実としてフィルムに留められている。田口や飛鳥の悲惨な最後、和夫や恵美、そして明子さんの勇敢な冒険が今やフィルムをかけさえすればいつでも体験できてしまうというこの不思議。映画ってつくづく不思議なもんだね。人生と似ているけれど人生ではない。それは人生以上の何者か、いわば極限まで生きられた人生なのだ。登場人物も人間のようでいて人間ではない。人間の運命や決断、知恵や感情を濃縮した人間のエッセンスなのだ。今登場人物たちはまた人間に戻って日常の世界へ帰っていく。祭りは終わったのだ。さて、惨劇の舞台となった間宮邸にもお疲れ様の時がやってきた。
映画スイートホームの最後のクレジットタイトルのタイトルバックは森の中の間宮邸と決定。この映画の中のさまざまな合成やビジュアルエフェクトを担当した白組のメンバーによって撮影が行われた。大森林の中にひっそりと静まる間宮邸、小さな材料を丹念に積み重ねて作ったミニチュアながら本格的な構造を持った建築だ。スイートホームにおける間宮邸はほとんどがセット、そして前景はこのミニチュアだけと、本物の建築は一切使用せずに映画の嘘を突き通した。そんなことができたのもミニチュアや特撮に人生をかける白組のようなグループと出会うことができたからであった。これが白組の島村さん。ミニチュアの撮影にどんな工夫を見せてくれるか。さあ秒読み開始。秒読み30あたりでその工夫がやってくるはずだよ。ではこのメイキングもお疲れ様。皆さんも最後まで付き合ってくれてありがとう。今の間宮家の崩壊クレジットの最後につけておくからね。バイバイ。